始まりましたブックマちゃん本について好き勝手おしゃべりしちゃうチャンネルです。本日もよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、ハッピーな本を持ってきました。一人者からクゼ学さんの裏道お兄さんです。ブックマちゃん読んだことある人はーい、ちょっとおお。最初だけチラッと設定とかはわかる。あ、なんで知ってんの逆に。なんかバズってたもん、ツイッター。あー、バマンとトゥギャザーという某NHK のお母さんと一緒みたいな感じの子供向け番組、言ってるけどね某チャンネルの子供向け番組、体操番組みたいなのをパロディしております。良い子のみんな、裏を知れば表が見える、それが人生だよというキャッチコピーのまま、子供に現実的なことを話す暗いお兄さんっていうのがずっと終始繰り返されてる作品です。でその他にも歌のお姉さんっていう歌を歌ったお姉さんとか、うさおくんとくまおくんっていうキャラクターも出てきて、はい、着ぐるみのキャラクターも出てきて、本当に幼児向け番組の裏側を知れるっていう作品になっております。視聴者は見てる方は知らないんだよね、裏があることを。ママとトゥギャザーのを見てる視聴者は知ってる、知ってる、裏があることもう言っちゃってるからね。そう、そうなんだ。そうそうそう、それを隠してやってるって話じゃないのか。そうなんです、違うんですよ。ビッグマ、ちょっと裏道お兄さんの世界観が理解できない人もいらっしゃるかと思うんで寸劇をしましょう。題して裏道お兄さんやってみようのコーナーでございます。はい、ちなみに配役は浦道さん。あ、浦道さん。はい、子供たち。子供たち、はい、ハチなの。はい、一人でやるの。そうっす。メガネちゃんは、私はあの熊尾くんとウサオくんです着ぐるみ。歌のお姉さんじゃないんだ。歌のお姉さんのシーンはやめました。浦道お兄さんがどういう世界観なのか皆さんに体現していきたいと思います。シーイチカット、よーい、はい。今日はみんなお待ちかね、浦道クイズの日だね。お兄さん、真夜中に一人の部屋で頑張って考えてきたから、張り切って答えてね。良い子のみんなに会って、大人にないものってなんだ。幼稚園、お昼寝の時間、お年玉。うんうん、すごいね、ここまでみんな正解だよ。もっとどんどん答えてね。自由、心、希望。正解だよ。それじゃあみんな、今日も ABC 体操の前に愉快なお友達を呼んでみようね。せーの、うさはーい。今日は出てくるのが自然なほどに早いね。みんなと早く遊びたかったのかな。うさおくんもくまおくんもみんなのこと大好きだもんね。大好きだくま。お兄さんのことは、いやー、そうでもないぴょん。あ、いや違くて、いや別にあの別録音声のタイミング見せられただけで、いや、ほんと、あの、その、見てくるのだけ、やつ怖いから、やだ、ちょっと、やめて。次は、みんなの大好きな、うさぎさん体操だよ。うさおくんより、みんなの方が上手にできたら、うさおくんが何か面白いことしてくれるんだって。え？勝てばいいんだよ。はい、よい子のみんなの勝ち。ちょっと、裏道さん、俺たちの後輩でストレス発散するのやめてくださいよ。してないけど、そんなんで発散されるストレスじゃねえけど。浦道さん、悩みがあるなら俺たち聞きますよ。悩みってさ、いつの間にか漠然とした不安に変わってんだよな。という雰囲気でございます。これ伝わった？伝わんないよね、これ。伝わんないと思う。え、伝わんないかな伝わんない。え、なしじゃ伝わんない。なんか、うん監督変わったメガネちゃん的です。これはなんでこのシーンにしたの？え、これメガネちゃんチョイスなの？うん、他の役者さんが多すぎるから。あー、なるほどね。そう、で、ママンとトゲザンのシーンと後輩との関係も分かりやすいから、ここかな。ジーヤに聞いてみる、この設定一切知らないから。あ、どうでしたか？よかったよ。伝わってない。伝わってない。え、この歌のお兄さんが実はなんか腹黒じゃないけど裏があるみたいな話なの？分かった？分かんないじゃんなんかもっと分かりやすいシーンあるよ。なんか、なんとかなんとかだよ。待って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 、なんとかなんとかだけどね。感じでしょ。待って待って、みんなで探そう。絶対最初の方だって。最初の方だって。フックとなるところだもん。フックマ、今日も元気いっぱいだよって人。はーい。今日は普通かなって人。はーい。しんどい、辛い、何もしたくないって人。はーい。あ、お兄さんだけか。こっちの方が伝わるみたいな。こっちだった。でもこっちだったら私配役ないよね。うん、あ、ちょっと
な、自分を出したくめぐれちゃんがウサオをやりたかったって話私熊尾とウサオくんが間違えたよね、うん、間違えた。こっちを選べばよかったのか。こういうとこのセンスないんだよね、私伝わんないんだよね。人に物を勧めるセンス本当ないんだよ、うん、もうやめ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 、裏めちゃお姉さん、裏めちゃんが出た、裏めちゃん、裏めちゃん、裏めちゃんが出た、裏めちゃん、裏めちゃんが出た。ビッグマ、こういうなんかちっちゃいのが好き。なんか子供がこうこうやってこうおもちゃ振り回してて、そうそう、うん、はい、ビシ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 、あ、お叩かれてて、ゆかちゃんはさっきから何をしてるのかな、奇襲奇襲っていう漫画です。面白い。でも知らなかったのが、恨み町人さん以外もいるんだね。そう、で全員裏があるって設定なの。歌のお姉さんっていうお姉さんは芸人さんと付き合ってて早く結婚したいけどうまくいかない元音大の綺麗なお姉さん。あ、まあちょっと裏があるんですね。でだがイケてるお兄さん、また歌のお兄さんなんですけど、すごい真面目でいい好青年の男なんですけど、残念だがイケメンでイケてる。あ、残念なんだ。そう、ちょっと残念なんです。ちょっと抜けてるというか、すごいいい人なんですけど。ブックマ、お母さんと一緒、あ、NHK の某幼児向け番組っていつ見ても明るいじゃないですか。すごい幸せっていうか、絶対 100% の元気で返してくれるし、子供たちもたまに変なことしてる子もいるけど、みんなこう前向きにね、ちゃんとダンス踊ってくれるし、歌歌ってくれるし ね、 そうね、あの世界って本当は成り立たせるのすごく難しいんだよっていうのをちゃんと教えてくれる作品で、うん、大人になって辛いことを辛いって言ってもいいんだよっていう味方になってくれるバイブスの本なんで、ぜひ皆さん読んでみてください。でもなんかメガネちゃん通ずるとこ悪くない？すごい通ずる。動画だとさ、いつもハイテンションじゃない？ハイテンション。このままじゃ終われないよ。このままじゃ終われない。このままじゃ終われない。ブックマ！まあこれあの歌番組だけじゃなくて、コンサートとか。あー、あるよね。あと MV のロケ撮影みたいな。あー、コンサートやってる。あ、やってるね。やってるやってる。あと飲んでる回だけのシーンとか。あー、そういいね。クリスマス一人だなとか。そうそう。単純にあの人間の裏と表みたいなのが見えて、すっごい面白い作品になっております。アニメもやってて、地上波は終わってしまったんですけど、あのネット媒体だったら多分大体のやつで見れると思います。声優超豪華なの。神谷さん、え、誰なの？神谷さん。あ、そうなの。浦道さんが神谷さんで、うん、だがイケてるさんが、宮野守さん。すごいじゃん。本当にだから歌のお姉さんが水木奈々さん。そう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 、豪華声優すぎて最高なんで、ぜひ皆さんアニメバージョンも見てみてください。一人者からクゼガクさんの裏道お兄さんをご紹介いたしました。と暗いとこ見せちゃってすいませんでしたすごい言い方は明るい。明るくいきましょう。台本回収されたよなんかなかったかのように小さく折りたたまれてくるんだけど台本が。